開幕戦の勝利で士気が高くなっています。この試合を終えて6ポイントにできれば最高のスタートになります。その通りですね。試合開始の時間となりました。やはりこの人にはパスが行く、リオネル・メッシ。オフサイドです。決定的でした。なお主審を務めるのはセルゲイ・ピプキンです。メッシ、ソン。さあ攻撃に意識を切り替えたい。ジエゴが見せてくれるのか。ルイス・グスタボ。さあスタジアムのテンションが上がります。リマ、これは惜しい。ヘッドは浮いてしまいました。まあいい形でしたから次は決めるでしょう。ポエントロン、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。スペースを狙ってきた。ボールにはジエゴ。ルイス・グスタボ。ネイマールが抑えます。彼がボールを持つと徹底的な仕事をしてきます。ここで打つ。コーナーでリスタート。抜けますか。ここをシュート。シュートはミスになりました。得意の足とは逆の足で行ったのが影響しましたね。ジエゴが来ましたよ。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。メッシに注目しましょう。ポエントロン、イニエスタが絡みます。サイドからの攻撃はここで止められます。ネイマール、競り合いになりました。イニエスタが絡みます。ここにいるのはネイマー。やはりこの人にはパスが行く、リオネル・メッシ。リマ、ボールにはジエゴ。ダンテ、フェリペ・メロ。ボールを運びゴールに襲いかかります。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。セルヒオ・ラモス、サイドを変えました。主審はセルゲイ・ピプキンのプレーをどう見たか。打ってくるのは果たして誰でしょうか。さあスタジアムのテンションが上がります。マイコン、仕掛けてきました。メッシ、ボールを中盤で奪いました。サイドチェンジしました。抜群の存在感、ペペ。サイドを変えます。ここにはイニエスタがいました。打つしかない。決まった決まった。ゴール。
敵ですね。憎らしいくらいにギリギリの高さのクロスでしたよ。ぴったり合いましたね。フェリペ・メロ、ルイス・グスタボ、ボールにはジエゴ、これはダニエル・アウベス、リオネル・メッシ、ネイマール、メッシに注目しましょう。イニエスタが絡みます。コエントロン、ここで味方のサポートが来る。非常に美しいパス回しです。これはダニエル・アウベス、ここにはセルヒオ・ラモスがいました。ネイマール、ボールを返します。ネイマールがいます。うまく届きますか。ここにいるのはネイマージュアン・ジェスス、ルイス・グスタボ、ジエゴが見せてくれるのか。イニエスタ、ネイマールが抑えます。フェリペ・メロ、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対0。ゲームはハーフタイムに移ります。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。フェリペ・メロ、鋭い読みでカット。ネイマールが抑えます。意表をつくパス。イニエスタ、コエントロン、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ここで打つ。このボールはどちらが取るか。メッシに注目しましょう。セルヒオ・ラモス、ダニエル・アウベス、ソング、ダニエル・アウベスが再びもらいます。パスがよく走っています。中にボールが入る。ヘディングで押し出しました。ルイス・グスタボ、そのまま返します。跳ね返った。ネイマールがいます。うまくここを決めたい。
打ってきた。外れてしまいました。アウトサイドを使ったのが裏目に出てしまいましたね。ジエゴ、攻撃の気配が出てきます。ロナウジーニョです。このボールは重要です。止めない。レフリーメッシへのファールを止めません。メッシ、狭いところでボールを取ります。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。メッシ、ソン、コーナー付近からのスローインで再開です。スローインはディエゴです。メッシ、ぶつかり合っています。さあメッシです。ネイマール、コエントロン、クリアしました。すぐ立て直したい。メッシ、決まるか。ボールはまだ生きています。今ボールを失った。セルヒオ・ラモス、ダニエル・アウベスのところに行きました。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。ボールにはロナウジーニョ。フェリペ・メロ、パスは精度にかけました。タッチを割ってスローインです。フェリペ・メロ、うまく組織されたディフェンス。サイドからの突破を許しません。ボールにはロナウジーニョ。フェリペ・メロ、メッシ、マイコン、再び戻す。これはキーパーのボールです。これで一回落ち着きたいですね。ダニエル・アウベスのところに行きました。サポートも寄っていく。メッシ、もう前しか見えない。決めに来た。パンチングで弾きました。打ってきましたが大きく外れてしまっています。コーナーキックです。シュート、ヘディングで決めた。ここでのゴールは勝負を決めたと言わざるを得ないでしょう。そうですね。ちょっとここからの逆転っていうのは難しいですね。最後まで攻め続けてました。この姿勢が後にも効いてくると思いますよ。メッシ、パスをこの位置で防ぎます。
2連勝になります。好調なようですね。残りのシーズンもこのペースを続けられるかどうか注目してみましょう。そうですね。そろそろ終了の時間となりました。今日の試合いかがでしたでしょうか。実況は西岡明彦、解説は堀池拓実さんでお送りいたしました。さようなら。